イリーン・ツイオクのビラは2015年のベルギー・アイルランドの電気映画。監督はメアリー・マクガキアン。出演はオーラ・ブラディとバンサン・ペレーズなど。アイルランド出身のインテリアデザイナーで建築家のアイリーン・グレイと後に近代建築の巨匠王と呼ばれるようになるルコル・ビュージエとの間でグレイが手掛けた海辺のビラ E1027 をめぐって起きた確執を描いている。 2015年3月に開催されたダブリン国際映画祭でプレミア上映された。1920年代のフランスでインテリアデザイナーとして活躍していたアイリー・ン・グレイが建築家ルコルビュジエと出会ってから1976年に亡くなるまでを描いている。物語はグレイとルコルビュジエの両者の視点から描かれているが、ルコルビュジエの心情は カメラ目線での独白やナレーションとして表現する演出が用いられている。後に近代建築の巨匠王と呼ばれるようになる建築家ル、コルビュージエは、気鋭のインテリアデザイナーとして名声を得ていたアイリーン・グレーと出会い、彼女とその才能に強く惹かれる。一方、アイリーンは建築家で評論家の恋人ジャンバ・ドビッチと共に二人で暮らすことを目的に建築家として、 初の作品となるビラ、E1027 を、ロクブリヌイコールカップイコールマルダンの海辺に立てる。その完成度の高さに魅了されたルコルビュージエは、E1027 に入り浸るようになるが、当初のアイリーンへの賞賛の思いは、次第に嫉妬へと変わり、その複雑な思いから、アイリーンの断りなく、ビラの壁に卑猥なフレスコ画を描いてしまう。さらに、E1027 を、 あたかも自分で手がけた作品であるかのように振る舞う、ルコルビュージエとアイリーンとの間の規律は、決定的なものとなるが、創作にはこだわっても所有にはこだわらないアイリーンは、特に自らの成果を主張することはなかった。このため、E1027 は長く、ルコルビュージエの作品とされ、アイリーンの存在は、歴史の影に覆い隠されることとなる。第二次世界大戦を経て荒れ果てた E1027 を、 保存しようと奔走したルコルビュジエだったが、1965年に E1027 の近くで海水浴中に亡くなる。また、視力の低下で引退していたアイリーンは1976年に亡くなる。ありがとうございます。